ギンガムチェックは日本の女性アイドルグループ AKB48 の楽曲。楽曲は秋元康氏により作詞、板垣雄介により作曲されている。2012年8月29日に AKB48 のメジャー27作目のシングルとしてキングレコードから発売された。楽曲のリリースに先駆けて AKB48 にセブンスシングル。 選抜総選挙が行われており、ギンガムチェックは、この総選挙で、上位16位までに入ったメンバーにより過小されている。センターは、同総選挙で1位となった、大島優子で、シングル表大局のセンターポジションは、ヘビーローテーション以来2年ぶり2回目となった。AKB48 の27作目のシングルに、関する告知は、2012年3月25日に、 埼玉スーパーアリーナで開催されたコンサートにおいて AKB48 にセブンスシングル選抜総選挙の開催の告知という形で行われた。この総選挙は27枚目のシングルに収録される楽曲を歌うメンバーをファンからの投票によって選抜するイベントであり2012年6月6日の開票イベントにおける投票結果の確定により選抜メンバーが決定した。 開票イベントではシングルの発売日が2012年8月29日となる旨も発表された。ギンガムチェックという楽曲タイトルは同年7月14日に TBS 系列で放送された音楽特番音楽の日において明らかにされ楽曲が同番組において初披露された。楽曲のシングル版は タイプ A の数量限定生3番と通常版、タイプ B の数量限定生3番と通常版、劇場版の5形態がリリースされた。タイプ A および B には DVD が付属している。特典として、タイプ A および B それぞれの数量限定生3番には、全国握手会イベント参加券一種、それぞれの通常版には、生写真一種、劇場版には、生写真および、 劇場版発売記念大悪司会参加券が封入されている。キャッチコピーはいい曲だなぁ。AKB っぽいね。ジャケットには曲名にちなんだ清楚なギンガムチェックの衣装を着た大島優子はじめ選抜メンバー16名の写真が使用されている。発売前日の2012年8月28日付、オリコンデイリーシングルチャートで推定売上枚数約90万7000枚を 記録し、初登場1位を記録した。翌8月29日付同チャートでは、約10万7000枚を記録し、集計2日目で推定売上枚数の合計が100万枚を超えた。その後、2012年9月10日付、オリコン週間シングルチャートで、初登場1位を記録した。AKB48 のシングルの1位獲得は、リバーから14作連続。 通算14作目である。初動売り上げは約118万2000枚となった。AKB48 のシングルがミリオンセラーを達成するのは8作連続、通算9作目であり、2012年の作品に限ると3作目である。これにより AKB48 は8、連続ミリオンセラー達成は、b ズ以来、16年3ヶ月ぶりで、ミスター・チルドレンと並ぶ2体となったほか、 史上初となる2年連続での3作以上のミリオンセラーを達成した。ギンガムチェックの PV ロケ地となった木更津市役所、ギンガムチェックのミュージックビデオは子供の頃から日本のポップカルジャーが好きだったジョセフ・カーンが監督を務めている。AKB48 のメガボルトに日本国外の監督が起用されるのはこのビデオが初である。今回のメガボルトは 日本のポップカルチャーに対する自身からの感謝のレターかもしれないとカーンはコメントしている。内容はアクション、ホラー、特撮、ギャングものとそれぞれ作風の異なる4種類の映画の予告編をつなぎ合わせたような内容となっている。AKB48 にセブンスシングル、選抜総選挙の奇数順位メンバーによる黒を基調とした衣装のモーターガールズと 空数順位メンバーによる赤を基調とした衣装のカーデビルズのミュージカル風バトルシーンも収められている。刑事役に石黒秀夫、1960年代のスーツ姿の男役に武田光平、高校生役に桜田通、警察所長役に中尾明が出演しているほか、2012年8月27日に AKB48 を卒業した前田敦子が 警官役で友情出演している。また、特撮シーンの部分は、つぶらやプロダクションの制作協力による撮影であり、街を暴れ回る怪獣として、ファイヤーゴールザが登場している。撮影場所は、木更津市役所、埼玉県中川水循環センター。2012年10月31日発売の2、エースシングル、ウザの DVD には、高橋英吉監督バージョンによる、 学園ドラマ仕立てのメガボルトが収録されている。数量限定生産版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。DVD 数量限定生産版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。括弧内は、AKB48 にセブンスシングル、選抜総選挙における順位。AKB48 の姉妹グループである。 JKT48 は本楽曲をギンガムチェックというタイトルでカバーしている。このカバー曲はグループの6作目のシングルとして2014年6月11日にヒッツレコーズから発売された。歌詞はサビの決め台詞以外は秋元の詞をインドネシア語に翻訳したものとなっている。楽曲のリリースに先駆けて JKT486 シングル 選抜総選挙が行われており、ギンガムチェックは、この総選挙で、上位16位までに入ったメンバーにより歌唱されている。楽曲のセンターポジションはメロディーのランダニラクサに。シングル版は、通常版と、劇場版がある。特典として、通常版には選抜メンバー制、写真1枚とメンバー直筆メッセージカード、劇場版には、トランプカード、個別握手券1枚と、 コールギンガムチェックカードが封入されている。通常版にはギンガムチェックを英語でカバーしたバージョンも収録されている。また、通常版については、インドネシアでのリリース後に日本向け特別版がリリースされることとなり、こちらは特典として選抜メンバー制、写真1枚に加え、中川遥の生写真1、ジャケットの写真のメンバーの割り振りは、下表の通り、 通常版劇場版カッコ内は JKT486 シングル選抜総選挙における順位。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ドレミファオンチに関するカテゴリなんてボヘミアンに関するカテゴリショーファイトに関するカテゴリありがとうございます。